ですね、このカード非常にそのルカリオがパーセントたまるまでは本当にすごいロゼッタが蹂躙するかのカードっていうのをなんか身内の対戦で見てるのでそういう風に思ってしまいがちなんですけれども、上位のメンツが当たると果たして一体どうなるのか。さあ始まりました、まずステージミスかな。ちょっとステージのミスらしいですね。もう一度待っています。パラリングミスですね。ステージはスマムラ始まりました。このステージ非常に撃墜のラインの横幅が狭いですが、さあ投げからの上強連携をしっかり切り払ロゼッタ決めていく。対してツールカリオも下投げからの連携で 34%、 今度は投げからの連携が高い。さあとこの復帰阻止、あよく崖に出されてちょっとヒヤヒヤとしましたが、 34%、 さあ下ろさせない、切り払ロゼッタしっかりと地面粘着している。しかし蓄光を避けた後のヘッドショットかのようなハドランが非常に前、お互い対策は万全という感じですね。かなり通算のルカリオは参考になりますね。さあ下キョからしっかりとルカリオを引き剥がして事故をうまい感じに利用していく。さあリエでしっかりと事故を処理、後ろからの状態のロゼッタでしっかり倒していきたいと思うが、クーシロがヒット撃墜されてしまう。さあ異常に波動補正乗っかっていると含めロゼッタも非常に軽いです。そしてさらに横浜も先ほど狭いと説明した通り一気に吹っ飛ばされてしまいました。さあ事故直すのが非常に早い、これしっかり対策されてますね。出しましたからハッケーでしっかりと崖上にリスクをかけていく。ベスマが当たらない、弱圧性が低かった。家でしっかりと地区を飛ばしていきますね。波動が溜まっているので多少なり HP が高い地区でも普通にダッシュ攻撃で吹っ飛ぶようになってますね。それが非常に強いんですけども、さあ地区の空上でバースト。4%対0%、このチコの引き剥がしのタイミングがすごい重要になってきますね。今度はマダムさん、しっかりなさい、はい、ということで、これは1本目、1本目ですね。カードかなりルカリオ辛い印象だったんですけれども、いや、辛くは、あ、辛い方か、辛い方ですね。かなりルカリオとしては面倒くさい方。先ほどから通算的にチコをうまいこと落としていくんですが、このスタートの展開で通算が実はしてます。なるほど。でもこれもうロゼッタガンフリーですよ。これあの工場でガンフリー、これだって後ろ崖際で食らったらもうこれウエストまで多分終わります。そうですか。でルカリオの復帰が強いんだよな。おっと空白が発生する前にウエストまで2回当たりましたね。ちゃんとチコまで当たります。チコ当たってなかったら多分撃墜できてないですね。チコが当たったせいでバーストしたってか、あの、まあ、撃墜されたって感じですよね。いやー、木原さん当社側3回戦、木原さん強いですね。そうですね、の今回の推し面です。あ、推し面なんですか。期待の結構動画残してほしいんですけど、あまあ、これロゼッタ有利でしょう。そうですね、チコが残ってる限りだと相当ルカリオはきついんですよね。波動弾も通らないのと、まあ、あとこの空中上が、あのまあ強いですね。非常になんかルカリオの通したい、あの空下とかそういったあの全部
ないようにして攻撃してくるね。投げコンも入らない、チコがいるうちは入らないと。とりあえず DA で外に出したい。その後からの勝負ですね。その後からも結構きついんですよね。ルカリオ側があんまりロゼッタに追いつける展開がなくて、スピード的に普通に逃げられちゃうことが多いんですよね。そうなんですね。波動弾やってもキャプチャーされちゃうんで。あ、でもこれは強いです。横火は強いです。マジで今みたいな感じで入ったらいろいろとできる感じではあるんですけれども、今の波動弾からのだって甘かったですね。でもまあこれ、いやでもまだこれ実質まあ五分みたいなもんです実質五分ですよ。これなんか攻撃してるのはロゼッタだけど、まあこれは五分です。何かあのいやこれ事故る要素があると。いやこれ完全に完五分ですよ。もうルカリオ後ろ見てるのがだいぶなんかもう不安をこれ波動弾引っかかっても空白引っかかっても怪しいです。おっとこれ上スマ確定するんじゃないかな。そうなんですか。確定します多分。ちょっとなんか聞きたくないことを聞きましたねいやまあスマムラの機体なんでね。ああ確認をミスってしまった感じですかね。後付けを残さず逃さず上スマ。この展開になるとね結構ルカリオ側は次の波動にかけるしかない感じになってくるんです。おっと、あ、これ撃墜これで撃墜できるの強いですね。徹底的に下ろさないキリハラロゼッタチコの強みを生かして勝利です。やっぱ70、やっぱちょっと補正がかかるとあんぐらいで撃墜できますね。ほかほか補正がなると確か 30% からみんな普通に落とせるとか言ったねもうロゼッタ、まあそんぐらいでしょうそんぐらい、まあ本当にそれでいきます。いやー未だに直されない闇ではありますけれども、まあいやまあこれがもういや悪くないですよ全然ルカリオに比べれば、ルカリオに比べれば全然、まあガリオの空中城は本当にあれですねそうです。ジャラ対シュウ、さて次は行ってもらえた配信だよ。